さ、ね、知られてんだよ、何気ない、何気にね。俺のこと、知ってる人はいるんだなと。友好的だしだ、そう。青汁王子って何よ、青汁王子って青汁作った人いるじゃん。あれのなんか甘いバージョン。苦くない、苦くないですか、まずくない青汁。うん。そうそう。ヘズマの結婚式呼ばれてないもんって。ヘズマと交流もないし。うん。そうそう。あの方コラボ好きだからワンちゃん。でもさ、まあ、知られてんの嬉しいけどさ、コラボしたところって特に話題もなくね。特に話題も。だって俺、あの人のこと全然知らないもん。ヘズマと絡みないよ。うん。得意の小じきできるよ。金くれって。マジで。どこの大層の名前は聞いたことある。あ、エチアンのことは気にしなくていいよ、リスナー。別に。俺言ってんじゃん、300名ぐらいでね、安定すればいいって。あんま気にしてないんだよ。おすすめ規制の中、閲覧を増やすなんていうのは無理なんだから。どう考えてもね。増えるわけがない。うん。金の調子、金の調子はどうよ。まあ、変わらないよ。相変わらず。放送やってない時でも、ね、フェイフェイ入れてくれたりとかしてる人いるけど。変わらんぞ。うん。そうそう。300行かなくなる？いや、行くんだって。うん。行くの。300はね、切らないんだよ。300は切らないで、配信がある程度はできる。あんなさ、俺1ヶ月も2ヶ月もやるわけじゃないし。原発の除染作業、それはあれだよ、サメちゃんのやつだな。うん。調子悪くない、全然。朝だから、朝。朝だから。あと場所特定されたくないため、ラジオ配信です。うん、配信しなかった理由を教えてよ。配信しなかった理由は配信しなくなる。放送の時に説明したよ。説明した。うん、まあ普通じゃね？別になんか配信しねえのって。配信するのが当たり前みたいになってるけど。彼女が緑と別れたのかどうか教えて、緑と喧嘩したんじゃない？ただ単に別れたんじゃなくて。なんか女性ありきたりじゃん。そのツイッターのアカウントを消すとか、ああいうのって、一時の感情で結構やるじゃん。結構別れた時って、別れた時じゃあどうするかって言ったら、別れた時ってまだ、冷静だからね。もうその時に冷静だから、いちいちツイッターのアカウントとかそんな SNS 切ったりとかしないと思うよ。多分俺は喧嘩したとか、大喧嘩して、別れるまでいかないけど、そういう大喧嘩だと思うけどね。多分ファンにはもう、何、傍若もう見なくなった。傍若さすがにもううなちゃんもいなくなって、あの件があってから出るのも出づらいし、話題もないんじゃない。多分ただ単にそれだけじゃない。だってもううなちゃんもいなかったら別にあの人に勝ちないっていうか、見る価値ないでしょ。うなちゃんは何やってるんですかとか、そんな話題しかできないやん。だから、特にないんじゃない、別に。あんな。な、最初から相手にしなくてよかったと思うしね。相手にすべきじゃないよ。うちのマンションの空き缶がいっぱいになってるのに取りに来てください。あ、ちゃんとね、集積業者が持ってくんで。さぞ折り返して。俺がオワコンだろうが何だろうが、お前らが見に来てるのが事実や。やっぱ金は、少し入ると配信しなくなるね。もう配信外で投げるな。どういうこと？
配信外で投げるってこと？相手もあんま変わんないと思うよ。別に金があるなし、別に配信しないするわけじゃない。事情さ、話せないけど、話せない事情ってあるじゃん。あ、そういえば俺あれ買ったよ。あれ買った。あの、扉につける、部屋で配信するためにさ、配信するために必要な、扉の防音の、やつ。1000ヘクトパスカルかな。1000ヘクトパスカルの音が、廊下から流して、外には聞こえなかったから、それに、まあ、他に、遮光カーテン、あ、遮光、防音カーテンやら、あと、防音壁取り付けて、まあ、完成かな、多分、うん。買ってたらもう見せてるだろ、お前。買ってたらもう見せてる。2000円ぐらいのものなんだよ。スポンジみたいになってて。1000個、1000個で1000円ぐらいなんだよ、ものが。見せてるだろう、まだ、まだ設置もしてない。あ、ヘルツか。ヘクトパスカルじゃねえか。それはあれか、雨か。ヘルツか。俺はアマゾンで買った。なんで金騒いでるの？金騒いでないじゃん、別に。こういうものを買ったよっていう話をしてるだけ。なんで、まあ必要だもんね。あと扉だけだからさ、防音は、防音は扉だけなので、とりあえず扉にあれをつけて、でどれぐらい防音になるのか確認して、扉の隙間埋めかな。隙間埋め。あ、今日はちょっとやらないと。先が進まないんで、今後。部屋で配信ができない夜。また苦情来たら困るな。苦情なんか来ないよ。いくら配信やっても苦情は来ない。お前薬やってんだな。まあ映像が映ってないからでしょ。お前が勝手にそういう風に思い込んで、勝手にがっかりしてればいいよ。くだらない。配信してないとき何を教えるか。あ、ここ何日間配信してないとき、彼女と過ごしたのが、2日と半分ぐらい。1週間ぐらい、10日間ぐらい放送しなかったんだろ。あと、前の家にいたときの防犯カメラの映像、不審者な、明らかにそこに居住していない、不審者、それに対しての提出であるないやら。そういうの。あと、役所に行って、なんかなんていうの、防犯登録はできるんだよ。防犯登録。火の用心じゃないけどさ、防犯世の中こうやって、回ったりするのにさ、ワッペンみたいなのつけてさ、こうやって回るじゃん。あれができるんだけど、で、役所に行ったんだけど、団体に入らなくちゃいけないって言われて、まあ、町内会とかそういうのだな。入らなくちゃいけないらしくて、ダメだった、町内会に入らなくちゃいけないっていう問題ができてしまった。なんで、とりあえず、やめた。まあ、自分で作ってやります。自分で作って。ツイートがやばいのは一個だけしかないよ。俺のしめじなんかさ、タウツをさ、なんかさ、タがさ、あ、た、あ、た、か、あ、あ、か、さ、た、ち、つ、つとかさ、てんなんだよ、なんか知らないけど。パンダ公園配信しないかもしれないよ、外。わかんないよ。
防音壁つけて、まあ、音がそんなに漏れないんだったらそのまま部屋でやるし、めんどくせえし、じゃなかったら外でやるし、うん、そこはちょっと変える。やっぱ部屋が落ち着くもんね、配信してて一番、うん、なんで配信から逃げる、逃げるも何もなくね、別にこいつが待ってるわけじゃないから、うん、まあいや、うちのリスナーじゃねえから。さとこあるやつね、ゆうけさんお久しぶり、どうも。話もつまんないで落ちますって言ってるけど、落ちてないよ、人数変わってないから、落ちてね、別に特にないよ、プライベートで話せることも特にないしな、うん、まあそれは腹立っててるやつがいるんだろう、うん、緑の匿名さんいらっしゃい、青白王子バカにされて悔しくない、うん、認知されてることが嬉しかったから、言ってる内容云々よりも認知されてることが嬉しかった、著名人のね、有名な方にね、認知されてるってことは嬉しかった、まあそれだけだな、うん、初音一号いらっしゃい、と思うけど、あんまり知らないんだよね、俺。青汁王子のこと。プライドがなくなった？嬉しいと思わない？普通に。有名人の方とか、ね、歌手とか、俳優とか、女優とかさ、芸能人に知られてれば嬉しくない？自分を認知されてるんでしょ。それは嬉しいよ。普通に。スガシカは嬉しかったけど、ツイート消されたからな。アジロージなんかめっちゃ金持ち、マルコなんか話にならない。俺なんかそれで支援とかあるわけないじゃん。あくまで青白王子ってさ、俺の生放送を見たわけじゃなく、動画を見てね、まあ、ね、出てきてそれで見てっていう感じなんじゃないの。うん、スガシカは本物だった、うん、あなた欲しいものリストでリスナーを脅してるよね、通報するから、もうさ、めんどく、朝からめんどくさいと思わないの、あなたのコメント、4時半4時28分からそのコメント、誰もあなたのそのコメント見て、ああ今日も一日頑張ると思えないよ、朝から憂鬱だなと思うよ、本当に。奈良野田と電話したとき尻滅裂だったろ、野田と話してないだろ、俺石川とも話したけど、うん、お前が決めてるせいで怖くて外出れない、出なきゃいいじゃん、うん、引きこもってろ10年20年クラスな、よっさん石川並みに、引きこもってる。朝は旧牧師まで正座なんだけど、まだ横になってます。旧ちゃん牧師、もう起きてんだな。4時。早いな。うん。早い早い。監禁したいのか？なんで？誰を？エアコンつけっぱなしだよ、つけっぱなし。エアコンつけっぱなしだし。電気はまあ消したりしてるけど。エアコンつけっぱなしだな。でもまあ温度調整はしてるよ。寒くなったり暑くなったりしてるから。お前、青汁なんか、
言い返してネタにしろ。別にだって何もないもん。何も。情報がないのに。だから、まずい青汁を美味しい青汁に変えた人でしょっていう認識しかないのよ、俺には。んで、それ脱税で逮捕されてっていうやつでしょ。しか知らないよ、俺。何も。別に、何の悪いイメージも特にないよ。それをわざわざさ、喧嘩売るような真似しなくてもいいじゃん。認知されたら嬉しいだろ。芸能人にみんな認知されたら嬉しくない？同じだ同じ。チャンスのない、チャンスなのにプロレスもできない。うん、お前が多分、あの、センスがないんだよ。配信チャンス、配信。なんでもこうやってね、チャンスが来た、チャンスが来た、チャンスが来たって、なんでも飛びつくんだろう。伸びないタイプでね、そういう人いるじゃないからでも。小島グランプリとかさ、ね、あの、ミュウツーとかさ、いかれもいいじゃん。なんでもなんでもかん、こうやってさ、噛みついたりとかさ、あの、このくっついてるけどさ、なんの成果も上げられない配信者。って思うけど。え？まあ俺はとりあえずだからね、興味あるよ。興味は。興味はあるよ。ただ、アクションが別にあっちからなければ別に何もないし、俺の方がね、格下なんだから。